現在4連敗中のジャイアンツ、連敗ストップなるか。山崎伊織先発、144キロ。山崎伊織と新外国人ピッチャービル・カーソンの投げ合い、ツーツー。ゆったりと山崎インコース、ただこれもバットを出していてファウルボール。このインコースのボールというのはやはり投げてこられますとちょっとバッティングも変わってくるものですか。やっぱり、ね、当然使って意識させるのもそうですし、これは高めのボールで打ち取って3人で山崎が打ち取りました。さあふーっと一息。ジャイアンツの初回はどうでしょう。18日の広島戦から遠ざかっています。山崎勝てば逆にね、今度カットボールスライダーをしっかり振らせないってことですよね、はい、何かつぶやいています。外のボール空振りの三振を取りました。1球2球とねいいところに来てますから、まあ、当然ね投げた今のボール自体もねいいところなんですけども、はい、やっぱりそのバッターとしてはね迷いがまだこの打席あった。ただこの後対応してくるのが中野です。変化球の空振り、この回にねやっぱり1点2点取るとよし、まだまだいけるというね、感じになってきますよね。これはどうだ、ピッチャーうまく取った。山崎2塁へダブルプレーを取りました。見事なフィールディング。山崎伊織3回の表踏ん張っています。インコースに構えている大城、ここもちょっと長く持っている。山崎伊織ちょっと中に入った、ショート深いところ、逆シングル一塁へ、スリーアウトでしました。さあこの後の丸もランニングキャッチャーという2ヶ月半ぶりのプロ3勝目に向けてはありません。どこまで投げ続けるでしょうか。追い込んでいる、空振りの三振を取りまして、グラブをポーンと叩きました。ここまで5回無失点という山崎伊織です。山崎伊織が最後梅野も空振りの三振を奪いました。この三振が今日3つ目。この後1番に帰ってきます。代打板山、まだ今シーズンヒットはありません。まだ投げ切ったことはありません。打ち上げた先頭バッターの板山、レフトフライ、ワンアウトです。なかなかだったといったところでは、先発ピッチャーとしては、ね、勝ちがつくというのは、ね、非常に大きいことだと思いますから、はい、岡山崎空振りの三振を奪いました。さあ山崎より6回まで投げ切りました。これも打ち上げてファウル、非常にこう大事に育ててきましたよね山崎を。ここは非常に、ね、気を使っていると思うんですよね、ですからそのあたりの判断、大きなワインドアップから緩いボール空振り三振。さあ7回無失点プロ初完封はあるか、山崎伊織です。空振りを奪いました。姫野がセンターに回っています。サードに北村、レフトに増田大輝、ライトにはルーキーの岡田です。人生にとっても大きな転換点になるかもしれない今日の一戦に、ここまではなっている。打ち取りました、セカンドか。吉川取ってツーアウト。ここまで本当にね順調に段階に増してきてますから、もう本当にあとはね現場にしか分からない部分があると思うんですよね、はい、さあ打ち取って8回まで無失点という内容、笑顔で戻ってくる。果たしてこれ9回も生かせるかどうか。